A3 ブルーミングラジオステーション。さてさて、ブルラジパート2スタートしました。ゲストはパート1と同じく泉田あざみ役の小西誠也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではパート2はこのコーナーをお届けしましょう。満開ファンレター。このコーナーでは監督の皆さんからいただいたメールを紹介しています。それでは早速監督の皆さんからのメール紹介していきたいと思います。監督ネームゆりりさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。酒井さん、小西さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。初めてお便りを送りました。私は去年小西さんがきっかけで A3 に出会いました。主に舞台等ご出演が多い小西さんが声でご出演されていると知り、とても驚きました。そこから一気に A3 とあざみくんが気になり始めまして、あざみくんのビジュアルを見た瞬間、あ、推しですと確信しました。おでこが綺麗すぎて好きです笑い。アプリをダウンロードしてストーリーも読み、今では A3 沼にズブズブ沼っております。まんじゅう犬の、ユンのヤがお気に入りです。あとあざみくんのおかげで夜更かしもしなくなりました。 A3 のあざみくんに出会えてよかったです。ありがとうございます、ということで。へー、うん、嬉しいです。去年からの入った、めちゃめちゃ嬉しいです。まあ、いや、そうですね、うん、なんか僕のファンの方はその演劇をね、うんうん、例えば好きな方が多かったりもするんで、はいはい、そういう方は確かに A3 めちゃめちゃ合いますし。いや、そうですよね、はい、もうまさにっていう ね、 そうですね、うん、感じですよね。夜更かしもしなくなったってことで、はい、肌もね、いい効果もバッチリだと思いますよ、はい、いや、引き続き応援していただきたいですね、はい、ありがとうございます。続きまして、監督ネームゆちやんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。酒井さん、小西さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。夏になったばっかりだと思ったらあっという間に9月でびっくりしています。 A3 に出会ってから四季を巡るたびにその組に思いを馳せて幸せな気持ちになります。今月のゲストがあざみ役の小西誠也さんということで、あざみくん推しの私はこの日が来るのをずっとずっとずっと首を長くして待っていました。早速質問なのですが、酒井さんから見たあざみくんの良さや好きなところ、小西さんから見た咲也くんの良さや好きなところがあったら教えていただきたいです。酒井さんも小西さんもキャラクターに愛を持って演じてくださっているのをひしひしと感じているので、そんなお二人から咲也くんとあざみくんがどんな風に見えているのかとても気になります、ということで。どうですか、小西さんから見た咲也というキャラクター、はい、そうですね、うん、もう本当になんか僕それこそ最初にイベントとかで酒井さんがリアルにステージ上でやってるのとかを見て、本当にピュアでなんかまっすぐにその演劇に向き合ってるその咲也が、なんか本当に僕も演劇人としてなんか素敵だなと思うし、なんかその向き合い方というか尊敬する部分はいっぱいありますね。確かにもうね、昨夜はお芝居に対しての気持ちもピュアすぎる、ま、はい、っすぐで、はい、常に本気で楽しんでて、いろんな壁にぶつかりますけど、それすらも、まあ、苦悩しながら楽しんでっていうところはめちゃめちゃいい役者じゃないですか。いや、本当に見習わなきゃいけないなっていうか、ずっと思ってますし、同時になんかちょっとライバルみたいな気持ちにも今なり始めてるっていうのがあるので、やっぱなんか昨夜に負けない僕もなんか声優というか役者になりたいなっていうのはすごくありますね。で、僕から見た、はい、あざみくんなんですけれども、まあ、やっぱ年齢に反してすごくしっかりして自分の信念も持ってるし、うん、なんか全然僕に比べて精神的に超大人だからなんかなんだろう、こう自分もなんか大人としてなんかちゃんとしなきゃなみたいな背筋が伸びる部分もありますし、あとは割とその男性ってスキンケアとか適当にしがちじゃないですか、うん、そうですよね。でもなんかあざみくんの言葉を受けて、僕もすごくちゃんと化粧水と乳液は必ずどんなに疲れて帰ってきてもそれだけは洗顔して、乳液とあの化粧水だけはしっかりしなきゃなっていうのはすごくオールインワン使ってたんですけど、オールインワンじゃダメだと思ってちゃんと化粧水と乳液分けなきゃって、そこはなんかいや、まあたまにパックもしていただいて、うん、いや、そうパックもね、はい、たまにしなきゃいけない最近ちょっと忘れがちなんですけどね、だからそういうところはなんかすごいなんか、うん、なんか勉強になりましたし、すごい好きなところですね、はい、ありがとうございました。続きまして、監督ネームジャスコさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。
酒井さん、小西くん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。人生で初めてラジオにお便りをお送りします。あざみが大好きで、あざみと演劇に人生を変えられた監督です。まずはじめに小西くんへずっと言いたかったことを伝えさせてください。なんだろう。あざみに命を吹き込んでくださりありがとうございます。ありがとうございます。私はそろそろ監督歴が4年半になります。あざみと出会って、4年半も経つのかと、ゲームが表示されている日数やランクを見て日々感慨深くなっています。私が A3 を始めるきっかけになったことの一つに、自分が高校生の時演劇部だったということがあります。全国大会を目指してみんなで一つの作品を作り上げることは大変でしたが、今でもとても輝いているかけがえのない思い出です。また演じることだけではなく舞台を見ることが大好きになりました。小西くんは昨年の満開ステージ A3 オータム2023を現地で観劇されたと SNS にアップされていましたね。小西くんはあざみの声優以外にも実際に舞台役者としてとても ご活躍されているかと思います。そんな小西くんから見た A ステのあざみや、あざみ役の吉高志音くんへの印象やエピソードなどがあれば知りたいですということで、はい、実際に A ステを観劇されたということでしました。うん、もうそれこそ、うん、最初から見てはいるんですけど、はい、あざみが出てからも、あざみが出てる回は見させていただいてて、うん、はい、いやー本当にもう最初に見た時からもうびっくりしたんですけど、うん、もうその吉高さんが、うん、もうあざみがこうまあなんかもう、うん、ファンの方こういう気持ちなんだなと思って、いやーわかるー、なんか目の前にいるみたいな、わかりますよ感じで、めちゃくちゃわかる。いやなんかその、はい、まあ僕声優やらせていただいてて、うん、それでその自分の役が出る舞台作品見に行くっていう感覚が僕初めてだったんで、うん、いやそうですよね。いやそうなんですよ。確かにやる側ですもんね。逆だったんで、逆ですもんね。今までだから、うん、めちゃめちゃ新鮮で、なんか自分自身もどう感じるのかなって思ったんですけど、うん、もう本当に素直にすげえなってもう漫画カンパニーがそこにあるみたいなね、感覚にね。でもうアクションもキレキレだし、うん、はい、歌も上手だし、うん、お芝居も素敵で、うん、なんか本当に、うん、わ素晴らしい泉田あざみが目の前にいて、ね、いや本当に、はい、これちょっと禁断の質問かもしれないですけど、はい、ぶっちゃけちょっと自分あざみやりたいなとかって思いました？いやもう なんていうんですかね、それみもともとそこまで、うん、まあ、自分やらないのかなっていうふうにも思ってたっていうのもあったので、はい、うん、それはそんなに思ってなかったですし、はい、なんか見に行って、うん、なおさら、うん、その吉高さんがあざみをやってくれて、うん、なんか、まあ、よかったなというかなんか僕から言うのはあれですけど、はい、なんかっていう思いがめちゃめちゃ本当に思いましたね。すごい不思議ですね。なんかね、はい、不思議な感覚ですね。だからなんか本当この間、まあ、コロナとかもいろいろあって、はい、この間の公演でやっと楽屋にも行けて、ちゃんと初めてお会いしたんですけど、あ、お会いしたことなかったんですか、ね、そうなんですよ。なんか見には行ってたんですけど、はい、だから本当に吉高くん自体も素敵な方でしたし、うん、なんか泉田あざみっていう、うん、ね、人物を通してこう、うん、僕は吉高くんと出会えたのもすごく嬉しいなというふうに思いましたね、はい、いやー、はい、ね、吉高さんもどうなんか思われたんでしょうね。なんかちょっと不思議な感覚ですよ ね、はい、お互いね舞台やられてるから、うん、ご共演とかは今のところ まだないんですよ。あ、じゃあこれからね、はい、あったらもうめちゃくちゃ、ね、うん、ファンの皆さんも監督の皆さんもね、はい、いやそうですね、すごいなんかエモい気持ちになるでしょう2人が、ね、共演したらね楽しみにしていただきたいなと思います、はい、続きまして、はい、監督ネーム社畜監督さんからいただきましてありがとうございま す, います。酒井さん、小西さん、こんばんは。こんばん は, こんばんは。お二人といえばシンブルラジ第1回放送の際に酒井さんが小西誠也さんと赤澤さんと飲んでいるんですが、横田さんもどうですかって お誘いしたいことがあるんですよねと、おっしゃっていたことが記憶に新しいのですが、お二人は頻繁に飲みに行かれたりするのでしょうか。またお二人が A3 声優さんでよく食事に行かれる方はどなたなのかなと気になります。ぜひ教えていただけると嬉しいですということで、ちょっとね畑中さんのお話も出ておりましたけれども、はいはいはい、どうですかね、飲みにはあんまりね僕普段行かないんで。ないですよね。そうなんですよ、うん、でも酒井さんとはそうですね行きましたね。僕はお酒飲んでないんですけど、ね、うん、すいません。でも
行きましたね。なんか江口さんとも一緒に、ね、飲みましたもんね、はい、3人で確か3人だった気がするけど、うん、はい、だから確かに僕そうですね、 S3 の方とそんなに一緒になんかご飯行ったりとか、はい、飲みに行ったりするってことないです ね、意外とそのやっぱゲームの収録ってそれぞれ単体で撮るじゃないですか、はい、だからこの後飲み行こうよとかっていうこともね、合わないでもないですし、まあだからイベントの時とか、まあそれこそこの間の春の単独のイベントの時にそのお食事会をセッティングしてくださって、そこで結構久しぶりに春組のキャストの皆さんとなんかがっつりお話できたなっていう感じで、いやーやっぱ友達少ないんだなって改めてA3 のキャストでもそうですね、千春さんとかあと田丸さんは結構、まあ、年が近いっていうのもあって、個人的にはすごく仲良くさせていただいてるかなっていう感じですし、まあ、それこそ小西さんとかもたまにね、そのそうですね急に誘ったりとか、この間もあのその横田さんと一緒に飲んでた時に二、人で言いますけどどうですかってちょっとねスケジュールが合わなくてダメだったんですけど、そうあの時五十嵐さん来てくださったんですよ。あ、そうなんですか。五十嵐さん呼んだらそう、まさしさん来てくれて、はい、そうあだからまさしさんとかも結構飲み行ったりしますね。っていう感じですかね。あんまり友達がいないっていう悲しいですけどね。ありがとうございます、監督の皆さんメールありがとうございました。以上満開ファンレターでした。それではここで一曲、小西さん曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。秋組第10回公演曲、イーサン&ジェームズ泉田あざみ古市左京でサプライズフォーミスターバチェラー。うまい話は運命ではない、甘い思い出も笑うしかないよ。笑えないひどいもんだな、らしくないことするもんじゃない、苦い気分で嘘話でもしようか。お送りしたのはイーサン&ジェームズでサプライズフォーミスターバチェラーでした。さて今月最後となるパート3は明日9月5日配信でございます。監督の皆さんぜひ聞いてください。小西さん明日のパート3もよろしくお願いします。よろしくお願いします。